アメリカサイバーセキュリティ企業のマンディアントは中国人ハッカー集団がアメリカ政府系ネットワークに侵入した形跡があると報告しました。この集団は少なくとも6つの州政府のコンピューターネットワークの侵入に成功しました。この攻撃は2021年5月から今年2月の間に行われました。この集団は中共政権が支援する最大のハッカー集団の一つです。 アメリカ政府の情報漏洩の裏にあるハッカー集団は a p t 四十一と呼ばれています。この集団は実は中共政権が支援するハッカーグループです。a p t 四十一は中国共産党が10年以上にわたって国家的な支援を行っているグループであり、彼らは10年以上にわたりアメリカや同盟国のネットワークに侵入するために活動してきました。 そして、それは PLA、人民解放軍まで遡ります。人民解放軍は完全に中国共産党の指示に従って行動します。エグゼクト IT ソリューションズ社の最高経営責任者は、APT41 が入手した可能性のある情報リストを提供しています。この企業はハッキング侵害を見つけ出し、ハッカーを遮断することを専門としています。 政府職員、州政府職員の雇用データや入手できるあらゆる情報が含まれます侵入した政府機関によっては納税者の情報などを盗む可能性もあります APT-41 は国家が支援するハッカー集団ですでは北京当局は APT-41 を介して アメリカ人の個人情報を受け取っているのでしょうか間違いなく中国政府はこの情報を収集する際に支柱に収めています中国政府は政府をハッキングするこの種の活動を通じて膨大な量の情報を収集していますでは APT-41 によるハッキングは中国共産党からアメリカへの直接攻撃に当たるのでしょうか サイバーセキュリティ企業のブラックオプスパートナーズ社の最高経営責任者ケイシー・フレミング氏は、その通りだと述べています。100%そうです。中共は何年も前からアメリカと戦争をしていると言っています。それは人々に理解されていないハイブリッド戦争です。中共によるアメリカへのサイバー攻撃は近年頻発しています。 その中には中共とつながりのある攻撃もあります。中共政府は果たして何を目指しているのでしょうか。ハイブリッド戦争とその意図について理解しなければなりません。その意図は敵を弱体化させ、それを乗っ取ることです。アメリカやその他の自由主義の国々を植民地化することです。中国のサイバー攻撃について一般人は何に気をつけるべきでしょうか。 あなたは営業秘密や会社の企業秘密が盗まれることを心配すべきです。あなたが知的財産を持っているなら攻撃の対象です。中国共産党はあなたの会社に戦争ゲームを仕掛け会社を廃業に追い込みあなたのビジネスと知的財産を乗っ取って中国に持ち込みそれを生産して中国経済を発展させ我々の経済を弱体化させるのです。 フレミング氏は APT-41 は10年以上にわたってアメリカと西側諸国を攻撃してきたと述べています。またアメリカ人が中国の技術を使うことについて慎重になるべきだと警告しています。NTT ジャパンがお伝えしました。